南アルプス天竜釣り。前回小林は山を越えて南アルプスの深部に入景をした。いいシャクイワナ釣れました。結構いいサイズですね。これシャクを超える両径の岩を釣り上げることはできたが、40センチオーバーという本命のサイズは出なかった。そして大岩な大アマゴを求めての2日目。あ、でっけ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 で、ちょっと待って。小林の釣りは本番を迎える。おはようございます。2日目ですね、今日はですね、もう釣りメインで頑張ってやっていきたいと思います。まあ初めての場所なんでね、どんなお魚が出るか、楽しみですね。ちょっとね、ここでコーヒーを飲んでから体をね、温めてから出発したいと思います。はい、それでは出発したいと思います。またここの場所を戻ってきますので、タープとかね、ツェルトとかの荷物は一旦ここに置いて、ちょっと少し身を軽くしてね、釣り登っていきたいと思います。前日にキャンプをした場所から釣りを開始する。朝のコーヒーで体は温まった。小林の気合も十分だ。餌を入れると数多くの魚が一斉に餌に群がる光景がある。釣りを開始して早々にこの谷の豊かさを目にした。この日の釣りの期待値が大きくなる。はい、2日目、1匹目はアマゴでしたね。ここの場所はアマゴもいるみたいなんで、ちょっとね、面白い沢かもしれないですね。魚がすごい泳いでる。餌入れた瞬間もう食ってくんだけど、下のこっちの方はね、見た感じあんまり大きいのがいなさそうなんで、ちょっと上の方をね流したいと思います。透明度が高いため魚が泳いでいるのがよく見える。すごい魚の数だな。そのため小さい魚が餌を加えたらかからないようにあえて仕掛けを早く割れる。両径が入っていなければ早々に見切りをつけ次のポイントへと移動をする。木が生い茂り、薄暗いポイント、水深は深く、そこに石が多いためたくさんの魚が潜んでいそうだ。餌を入れると先ほどと同様に数多くの魚が群がってくる。小さいサイズはかからないようあえて合わせを早く入れる。すると小魚を追いかける大きい影が見えた。小林は餌を新鮮なものにつけ直し、影が見えたあたりに仕掛けを送り込む。
すると、糸の先には大きい魚体、狙いの魚だ。大アマゴが釣れました。いやー、すーごい大きいアマゴですね。こんなのがいきなり釣れたよ。ちょっとサイズ測ってみましょうか。40ぴったりですね。ちょうどジャスト40。いやー、でっけえな。40センチの立派なアマゴですね。こんなのがいるんですね。すごい。40センチクラスの大アマゴ、はっきりとしたパーマークがあり、素晴らしい魚だ。よし、ありがとう。おう、幸先の良い一本を手にし、小林は俄然やる気が出てきた。釣りに神経を集中させ、次の大物を探し、渓谷を釣り登っていく。レギュラーサイズの魚が無数に釣れる中、両型が潜みそうなポイントに狙いを絞る。でかいのがね、そこにいるんだけど、先に小さいのがかかっちゃうな、どうしても。よいしょ。かかった魚に食いつこうとしてくるやつが一匹いるんですよね。そいつを釣りたいんだけど、ルアーだったら釣れるんだろうな、こういうの。魚を食ってるような感じのやつですか。あ、かかった。あ、しかかったぞ。あ、狙いのやつだ。あ、でけえ。こいつだ。おお、尺あるか。おお、あ、尺あるな。よいしょ、よし、取れた。おお、ようやく釣れました。ずっとね、見えてて、あの、他の魚が餌を食いついてかかるとですね、あの、やけに大きいやつが追っかけて魚に噛みつこうとしてくる、まあ、いたんですけれど、こいつですね。34センチありました。いいサイズです。いやー、勇ましいこの姿、見てください。源流のイワナって感じですね。美しいヤマトイワナです。すごい勇ましい。やっぱこのサイズになると魚とかを食うんでしょうね。虫とかじゃ栄養が足りないんでしょう。だから魚をね、バクバク食って、このサイズに、もっと大きいサイズもいると思うんですけれども。いやー、すごい美しい。ここから尺サイズのイワナが
立て続けに釣れ始める。2日目、2匹目のシャクイワナですね。まあちょっとサイズダウンしましたけれど、まあでもこれもなかなかいい魚体してます。おお、じゃあ逃がしましょう。はい、じゃあさよなら。4匹目のシャクイワナ、結構このサイズ釣れますね。とりあえず魚止めの滝間が見えてきたんで、ちょっとあそこをやって、おお、もうかかった。さっきからもう入れ食いで、あ、でっけ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 で、ちょっと待って、足元にバカでかいのがいる。これも尺あるけど、待って、これも尺あるけど、これを追ってきたやつがいる。これを追ってきた化け物がいる。ちょっと待ってくれよ。映像では分かりづらいが、尺クラスの岩波に食らいつこうとする大きい影。これは間違いなくここの主だ。嘘だろ、食うかな。あんまり人慣れしてないから。小林はターゲットを定めて再び仕掛けを通す。あの大物、果たして仕留めることはできるだろうか。小さいサイズのイワナが先に食いついてきた。やはり足元まで接近したため警戒してしまったのだろうか。ああ、さすがにダメかな。すげえ足元まで追ってきたんで、でかいのが。緊張感が走る中、再び仕掛けを通す。すると、あ、食った、でっけえ、あ、でかいの食った。大岩菜だ。源流竿を強く引き込む。あ、こいつだ。あ、でけ。網が開かね、よし、開いた。ああ、よし、入れ、よっしゃ、入った、でけえ。
やっと取れた。いや、でっか。ついに40センチを超える大イワナを手にすることができた。源流で大きく成長したヤマトイワナの姿はとても力強く勇ましい。大イワナが出ましたね。すごい、このサイズです。でっかいです。何センチあるかちょっと測ってみましょうか。43センチですね。43ありました。いやー、でかい大イワナ出ましたね。大アマゴに続き大イワナも出てきてくれました。いやー、すーごい太いです。いやー、これの前にですね、最初尺ぐらいのイワナが釣れたんですけれど、その尺イワナをね、噛みつこうとするぐらいのでかいのが、ね、見えたんで、これはでかいぞと思って、しぶとくね、流したらようやく食いました。こいつです、正体。いやー、でかい、すごいいいイワナです。その後、上流の滝壺でも尺クラスを筆頭に数多くのイワナやアマゴを手にすることができた。すごいですね、尺クラスがポンポン釣れますね。おう。そして今度は別の谷を釣るためキャンプ地に戻る。今度の谷は上流に上り詰めてそのまま稜線へと出る。キャンプ地に置いた荷物をザックにまとめて釣りを開始する。ここから小林の大物劇が開始する。おお、いいサイズだ。おー、尺イワナだな、これも。よいしょ、支流の沢も釣れますね。32、3って言ったところですかね。でっけ。でっけ。
いい罠だ。よっしゃ、入った。33ですね。やっぱこのサイズになってくればそこそこ大きく感じますね。よし、かかった。でかいのが来た。サーモンがもう泳いでるぞ。わあ、岩穴の。おお。よし、取れた。もうでっかいな、これも。37だ。37センチですね。はい、結構いいサイズですね。37センチですね。いいサイズ。まあ35以上あれば大岩って呼んでいいのかな、わかんないですけれど。まあでっかい罠です。やりました。すごい綺麗な体してます。これほどの岩が立て続けに釣れるのは、豊かな自然が今でも残っているということ。豊かな自然の川で小林はさらに両系の岩をかける。でけえな。あ、切れた。でっかいのかかったけど切られちゃった。まあでもさっきのと同じ40はなさそうでしたね。なんと 0.85 の糸が切られてしまった。サイズはもちろんだが、この川の魚のサイズ以上の強い引きに圧倒されてしまった。しかし小林はリベンジを果たすため、再び立ち位置を変え、仕掛けを送り込む。よっしゃ、かかった。あ、でけえ。さっきのよりでかいぞ。同じやつかな。よっしゃ、入った。おう、あ、さっきと同じやつだ。さっきかかったやつですね。針がもう一個くっついてる。こいつか。あんだけ暴れてても。また食ってきた。ああ、38だ。38センチだ。いい罠だ。通りで引くわけだ。一度破れた魚にリベンジすることができ、喜びを倍増させる。深い淵には必ずと言っていいほど尺以上の大きい岩が住み着いている。大きい餌でアピールし、魚に気がつかせればすぐにあたりが出る。
これもなかなかの大物だ。はい、今度は36センチの、大イワナが釣れました。いやーすーごい綺麗ですね。すごいですね、ここのサバこのサイズがコンスタントに釣れるんで本当にイワナの楽園ですね。枝沢との合流地点枝沢からの流れ込みが滝になっており、小さい淵が形成されている。早速かけた。これはいいかな。だよし入った。おお、いいのいましたね。釣れたのは太口から強い大和イワナ。あーでもこれでも36か、36センチの太いイワナだ。小林が見とれるほどのいい魚だ。最後まで美しいイワナとの出会いを満喫し、この日の釣りを終了する。翌日の下山に向けてリラックスタイム。外では激しい夕立が降り続く。そして翌日、朝のコーヒーを飲み下山に入る。この日はまず稜線まで登り、そこから山を下る。2日間の行程を終え、3日目に山の稜線へ出た頃には気持ちの良い風が吹く。素晴らしい自然が残されている南アルプスの深部、そこには大イワナや大アマゴの住む世界があった。この自然がいつまでも残されることを切に願い、今回の旅は終了となった。